小林さんはあのどの辺がこうやっぱり魅力なんですか。あ、はい、あの皆さんですね、ちょっと夜にお聞きいただいてて、あのちょっと衝撃がすごく大きいかもしれないので、ちょっとあのふわっと柔らかくお話しすると、はい、お願いします。その壁の中に巨人さんが入ってきてくださるんですよ、はい、こんにちは。あ、いらっしゃいませ。嘘です、はい、ごめんなさい、いらっしゃいませじゃなくてですね、本当困りますと、うん、入られちゃったら私たち本当に困りますって、これ本当に太郎さん笑い事じゃないんです。食べられちゃうんでしょ。そうです、太郎さん食べられちゃうとき困りますよね。だからそれを本当にそれを阻止しようと我ら、まあ、私サシャブラウスという役なんですが、はい、兵団がもうみんなで立体起動装置という先ほど飯田さんがおっしゃった装置でもうすごい死にそうな訓練を積みまして、なんとかこのような形でそんなにやるんですか、ね、超今感動、あのアニメのそのままの声ですよこれ。戦ってる時のあ、戦う時はそういうお声を出す、そうなんです、もうあ、それ食べてる方ですか、うん、そっちはやってないですよね。サシャさんさすがです、もうサシャブラウスの気持ちが通じてます。タラさん、この今のは何だと思います。え、今の？あの大丈夫です、あの読んでてもちょっとわからなかったので。今のはあの巨人が人間を食べてる時の音です、ね。あ、音なんですか。でもこの人やってないです、そんな。そうなんです。ちょっとあの憧れっていうか、あの巨人さんは良くないんですよ、食べちゃいけないんですけど、うん、ちょっと今それを再現させていただいたんです。なるほどね、音で頑張って表現してください。はい、とにかくですね、見ていただいたら、うん、これだけですね、世界中で面白いと言っていただいてる作品がどれだけすごい衝撃か分かっていただけるので。ぜひ太郎さん、はい、ここは一つどうぞよろしくお願いいたします。来たこれもまたね、サシャブラウスのキャラクター。そうだね、いや俺だけどそこまで言われるともうあの今ここで僕の前で一生懸命このやってくれてる声の人が、ね、あのどんな役でどんな風にやってんのか、ね、そっちの方が興味あるわ。ですよね、絶対気になる。あのね、もう第二ヒロイン帰りに伝えて、借りていい、伝えてあんの、あるのかな。あるございます。ございます。ございます。そうか、アニメになってる。ございます。ある。ある。じゃあ、帰り借りる。第二ヒロイン。喋ってらっしゃる。第二ヒロイン。喋っております。あの、主に。素晴らしい。こういう感じです。そんな、ええ、そうですよ。貴様、右手に持ってるそのものは何だ。はい。すいません。あの、深さ、芋です。調理場にこらえるものがあったので、つい。あ、うん、うん。これ、名台詞。すごい。これは。したかった、生で。これはもう。深さの前です。ごめんですよ。すごくこんな近く。深した芋だけじゃ分かん、ちょっと一回整理したいんで、曲いきます。